ヘリオメドゥーサはカンブリア紀に生息していたワンソク動物の一種、スミエ動物群の一つである。スミエのものは H オリエンタサンホーと名付けられている。全長2.2センチメートルほど。平らで円形の赤色の化石として産出することが多い。一部の化石から実際には両面に丸く膨らんだ殻からなることが分かっている。殻の縁から細かい毛が無数に出ている。 からそのものは保存されていないが、薄くて鉱物化の少ないものであったらしい。メデューサとは、クラゲのことであり、この書は当初は、クラゲと考えられていた。これは、全体の形がほぼ円形で、放射状のパターンが見られ、周辺の拷問が触手と判断されたためである。しかしコンウェイモリスらが湾足類であることを指摘し、現在では、触手間なども確認され、 ワン足類であることは、疑いないものとされている。一般のワン足類には貝殻に続く肉系があるが、この種には見られない。また、貝殻の周囲全域に拷毛が生えていることから、海底に潜るのではなく、海底に横たわっていた可能性がある。他方、一部の化石では、複足の殻の中央にちょっとした跡があることから、硬い基板の上に固着したのではないかとの説もある。 ありがとうございます。